おはようございます。おはようございます。じゅんです。今日はゆいちゃんです。お願いします。お願いします。今日はですね、千葉バーディークラブに来ています。70代。いや、いけるんじゃないかな。おー、スライスです。すごいね。ナイス。11に行け。イエース。あー、あの木、あ、はい、上げてるね。消えた。残っちゃった体が。いやー、ここ距離が短かったんだね。もったいないね。あ、バンカーとかありますか？右側だけ。そう、右奥。乗ったかもしれん。いいね。ポーカン手前かな。ちょっと手前そうですね。7番と8番ください。声が可愛いんじゃ。7番と8番ください。7番と8番くださいみたいになっちゃうから、私が言うとわかる。ピン奥目なんですよね。プラス7の奥です。35なので7番を軽めで。うん、かっこよ今のは。はい、そう。ゆいちゃん今これ。今の横向きぐらいでしかできない。シャキーンってやらなきゃいけない。チャンスだった。あと、うん、1時間ぐらいしたらできるから。あ、本当。最終ホールぐらいで。最終ホールぐらいでね。いや、今すごい良かったね。バシッて。あ、今日ちょっと右向いてるの見てみる。あ、向いてんのかな。うん、確かまっすぐ出てるのにね。そうそうそう、今ね、結構右行っちゃった。左目でぐらい。やっぱ上げてる分飛ばないね。もう距離良さげだけど、うん、あ、でも短いね。と短い。ナイス。ナイスパー。左中、これで入ります。えい。ナイス。ナイスパー。何回やんなきゃいけないのこれ。
いや、今のはナイスパーですよ。ナイスパーですね。ありがとうございます。右側だけ OB、 はい、右側だけ OB。 でもスレスレぐらいがいいんですよね、きっとね。あの右側の木が、まあまあ。ゆいちゃんって何歳からゴルフ？私は8歳。小学校、小学校2年生ぐらい。小2？小2ぐらい。どうしても後ろを向ける。小 2？ 小2。ちょうどね、宮里愛ちゃんが、うん、もう、バーってなってる時に、あ、はい、愛ちゃんに続けぐらいの感じでやってたんだ。やってた。なるほどね。で、私はどうしたらいいですか？木の上。の上か、ちょっと左の方が。立ってるから、フェアウェイにさえバウンドしたらもう下まで行くから大丈夫。結構下までは。どっち？左でも大丈夫なの？どっちでもいい。右でも左でもどっちでもいい。フェアウェイは左の方が広くて、右だとあんま右行くと OB があるので。じゃあ、あっち行きましょう。でも左に置くの苦手なんです。思ったより左出た。全然だ。 OK、 はい。私はブーンで打ちます。かっこよ。そう、5番ユーティリティで傾斜使います。あー、ちょっと右に行っちゃったじゃん。擦りすぎた。ちょっとぐらい、9番短めに持って、刺してる。戻る。ナイス。あ、戻らなかったね。かわいい。58で。でも普通に打つか。でもね、まあ、若干気持ち右。右あの、ゴミぐらい。そうぐらいでいいんじゃない。ゴミぐらい。半分。いや、下ってんのかな。カップに向かって登ってるよ。あ、登ってる。うん。これも入れた方がいいかな。大丈夫。ちゃんと入れますよと。ナイスでした、ね。ありがとうございます。このラインの方が多分切れるんで。そうだね。ちょっと。そのサイ
最後でも切れなそうじゃない、うん、この最初の最初だけだよ、ね、この傾斜がすごい嫌なんだ、どれぐらいまでいくか、でも2カップぐらいいきそうだね、2ホール待って、あと2ホールあったらできるかも。ナイスバーディー、なんかやりたいみたいな。マスターズ見てる。こっから、おっ、おー、来てる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 よ、そっから来た来た来た、あれそっちに、あー、まっすぐ戻ってる。まっすぐ、あっち行くと思ったでしょ。